政治チョリソーさん、角田ヒロの倒し方を教えてください。角田さんも、ぶっちゃけマジで角田さんをさ、倒す必要がないんだよ、俺がな。俺から、角田さん、面識もほぼないし、はい。そうね、だから、倒す必要ないんだけど、まあ、もし、角田さんが俺のなんか動画を見て、あいつマジで許せねえな、みたいな。なんだ、わかんないけど、俺がなんだろうな、メリーだか、ジェーンだかっていう名前の女の子と揉めて、あいつメリーかジェーンかな、メリージェーンかわかんないけど、あいつ袖にしやがったな、みたいなことでぶち切れて、やってやるわ、つって、来るんだったら考えますよ。どうなんですか？まあ、歌ってる時でしょうね。だからわかんないけど。メリーチェーンってなんじゃないですか、もう。チェーンって言って、もう上向いて、もう目つぶって気持ち、メリーチェーンってなって、もうガラ空きなんだ、顎周り。ゴトーンって言って、もう、はい。こう、ちょっと肘の角度をこう残したままの、こう伸ばさない。フック、右のフックをゴツーンって、はい。ガツーンって引っ掛けてます。で、巨体がドーンってなるでしょうね。はい。メリードーンってなるでしょうね、本当に。はい。はい。メリービターンですよ。はい。そういう感じになるんですかね。もしくは、メリー・ジェーンの、オン・ザ・フロアってなるんですよね。もう、お前マインドでもないっていう、そういうことなんじゃないですかね。うん。で、やめろよ。やめろって。芸能界の大先輩のレジェンド倒させようとかいう、そういうのは。後々揉めんだよ、お前。後々、この後共演するみたいな機会が来たら、お前はご挨拶行きずれんだぞ、お前楽屋に。コンコンつって緊張して、お前、角田ヒロってこう書いてある紙の部屋入って、コンコンつって、今日お世話になりました、竹井壮ですって言ったら、見たよ、とか言われるんだから。はい？みたいな。俺倒してたな、みたいなこと言われるんだから。まあ、はい、一応、あ、そう。いや、まあ、倒したというか、倒せと、はい、迫られて仕方なく、倒す想定のお話をさせていただくだけというか、はい。決して私が倒したいというような意思は全くなく、みたいな。みたいな、いいよ、みたいな、面白かったよ、とか言われるんですけど、そこまでの空気感って半端じゃないんだから、やめなさいよ。勝ちたかったら登録しとけ。